歩けりゃ雨だろう、雨が降ろうと風が吹こうと、東京ボーイズほうがらがり。どうもありがとう、よろしくお願いします。どうも、寄席と全然雰囲気が違うような気がする、まあ、華やかでございますね、本当にね。歌を歌うんですよ、はい、おじさまたちは。そうなんでございます。どんな歌からいこうか。いや難しいですね、今日は選曲はね。じゃあ今日の東京ボーイズはちょっと趣向を変えまして、変えましょう。アンナ・マクダレーナ、バッハ音楽長、 BWB114 メネット・トチオチョ、その後がフガト短調協奏曲より第一楽章アレグロと、2曲続けて。何喋ってんだお前出てきた。そうそう、何を喋ってんだお前は。クラシックだよ。クラシックがうち歌えるわけねえだろお前。だからあの演奏でですね、演奏がアコーディオンと遅れると、はい、拾ってきた三味線でどうやってやるんだ編成が面白いじゃないかよ。編成が軽くできる皆様方に合わせた歌を選べよお前。そうですね、スピッツの冷たい頬という歌から聴いていただきたいと思います。おお。その後がパフィーの愛の印、エブリリトルシングタイムゴースバイ、スピードのマイグラディーションと続けてですね。一人で歌えよお前は。俺一遍も聴いたことないよそんな歌。せっかくおおって言ってんのに、なんでやんねんだよ。何を言ってんだよ。何、このおじさんも歌える歌じゃなきゃダメだよこのおじさん。さあ忘れとりました、ぼーっとしておりますが、ちょっと見てやってください。東京ボーイズのたまごっちと言われてる彼も芸歴34年でございました。そうだな、レパートリーありがとうございます。これもみんな皆さんのおかげでございました。はい、レパートリーが3つございます。君が代、日の丸、蛍の光。おい顔見て歌いそうな歌わかるだろあるか。じゃあ今日一つですね、うん、長野オリンピックの閉会式で歌われたふるさと、東京ボーイズの魅惑のコーラスで聴いていただきます。いいアイディアだね。またありがとうございます。発声練習ぐらいやろうか。え、声を出してない、楽屋でタバコばっかり吸ってたから。もうそれとお前も混ざれよ、ほら。はい、上がってんのかお前は。ちょっとね、ダメだよ、合わせなきゃ。合わせなきゃ。発声練習に拳をつけてればどうなんだ。あ、いらないの。好きな声、得意な声出せ。得意な声、僕も最後だけちょっと合わせるよ。好きな音出せって言ったんだけど。あー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 って上がんの。あ、そう、上で止めなさいよ。はいはい。あーあー、できたじゃないか。ありがとうございます。どうも、まさかこんなに拍手をいただけると思ってみませんでした、ね、じゃあ今日はずっと発声練習。ダメだよ自分から一人で歌えちゃった。そう、海と石かの山、ホルナ釣りかの山。いやに寂しいじゃねえかひどい歌。微妙に狂ってたよ。生意気なこと言うなよ人のこと心配しなくていい、自分の声で歌え。ちょっと伴奏、伴奏しろ伴奏、うさぎおいしかの山。それじゃあ沖縄の民謡だよお前。もうやめたよ。東京ボーイズの歌をじっくり聴いていただきます。はい、謎かけ小歌。まだ秋子という歌詞を謎かけ文書で解くならば、夜中の墓場と解きます。なぜかみんなが怖がるよと。わかりました。シャズナという歌詞を謎かけ文書で解くならば、田んぼの草取りと解きまする。女装がいいと噂です。ありがとう。アムロナミエという歌詞を謎かけ文書で解くならば、寒波到来と解きまする。寒い寒いと言ってますそう
がとうございます。それではもう少し続けさせていただきます。沢田綾子という人を謎かけ問答で解くならば、しつこい風と解きませる。熱は冷めても咳抜けぬ。もういいよ。サザンオールスターズという歌手は謎かけ問答で解くならば、魚屋の成り立てと解きませる。歌詞がなんだかわからない。ありがとうございました。最後に東京ボーイズを謎かけ問答で解くならば、種をまかない畑です。いつまでたっても芽が出ない。天気が良ければ晴れだろう、天気が悪ければ雨だろう、雨が降ろうと風が吹こうと、東京ボーイズ、さようなら。